国家衆議院がお見えになっていますので、まず最初にご挨拶を受けて始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうも皆さん、お疲れ様です。ご紹介いただいた共産党の国会対策委員長をしております国家健です。今日は鉄鋼労の労使の皆さんが国会そしてに来られて、なおかつ政府と交渉するということにまず心から敬意を表したいと思います。と言いますのは、やはり鉄鋼労の労働組合としての大義といいますか、その運動の広がりというものの中身を示しているものだと思います。そして今日の労使協議会の訴えにもありますように、昨年の3月11日の大震災と東京電力福島原発事故に際して、トラックに関連する方々のご努力に対して、本当にどれほどあったかということは多くの方々が知っておられます。その意味でも私はその力をもってして、政府がまともにこの業界に対して対処を行えるということは立派な闘争課題だと思っています。一昨日の総理の施政方針演説並びに残りの3大臣の演説に対する国会の質疑が今日から始まった、そういう意味でも極めて大切な日です。今の国会の最大のポイントは何かということに1点だけお伝えしたいと思います。これは何といっても社会保障と税制の一体改革という問題が最大の焦点になっています。私どもは皆さんがご努力なさった震災と原発事故に対する対応で本当にご苦労なさったと思うんです。で、その一番苦労された被災地に対してですね、実はこの新しい消費税の税率アップというのは5030億円からの新たな負担がかかります。これは被災地岩手宮城福島3県の住民税4050億円よりもはるかに超えます。そしてまた皆さんも含めて、私この間 NHK のテレビ、朝の NHK の国会対策委員長日曜討論会に出たんですが、NHK 出たから言ったわけじゃないんですけど、 NHK と日赤が行っている義援金ですね、あれで集めたお金が3444億円なんですね。ですから皆さんが全国で集めた税金のお金をはるかに上回る形を税金で取ろうとしていると、こんなアホなことあるかということを、NHK 出席したものですから言ったんですね。で、合わせて昨年の暮れにですね、12月の19日に発表されたんですが、実はトラック業界というのは中小企業が本当に多いです。これはこの中小企業が、とりわけ小企業が消費税を転嫁できないと言っているのは7割に達しています。これは2002年に実は中小企業庁が当時調査して以来、消費税を転嫁できるかできないかっていう調査やってないんですね。共産党がそれ使ってしょっちゅうやるもんですからやらなかったんですけども、ついに重い見越しを上げて、商工団体それから4団体ですね、将棋賞をはじめとして4団体がアンケート調査やった結果、そういう結果が出てるわけです。ですからこれは本当にどうしようもない、税金だと思うんです。ですから中小業者に関わる皆さん、そしてトラック業界に関わる皆さんが挙げてこの問題についてノーという声を出していただきたいと私は思っています。ましてや皆さんもご記憶の通り、1997年の橋本内閣の折に一度消費税をアップしました。あの時は消費税だけで言いますと5兆円だったわけですね。ところがさまざまな税制の廃止をして2兆円と、で医療費の値上げで2兆円で、合計9兆円の負担で日本の経済は打撃を被って沈み始めたと。今度は消費税だけで13兆円と、そして年金その他含めますと16兆円の負担増ということで、まさに日本経済を奈落の底に突き落とすということになりかねません。ですからチェーンストア業界だとか百貨店業界ですら今の時期にどうかということまでやっています。それを社員に押していこうというのが今の政治の状況です。まさにその意味では今日発言を
総理大臣してましたけども、もともと自民党が出した案じゃないかというのことを、もちろんそうなんですね。そういうことをやって、大与党でやろうなどとしているところに、また今日の姿が垣間見えます。ですから、皆さんとご一緒して、せめてこういうやり方はおかしいということで、労使で戦っている姿の一つの表れとして、この点でもご協力いただいて、日本の政治をせめて国民の暮らしを守る方向へ進めようじゃないか、そのためにご奮闘いただきますよう、ご記念申し上げて、簡単ではおりますが、ご挨拶とさせていただきます。大きい。